久しぶりに釣り行くぞ。今ですね、朝の2時半ぐらい。琵琶湖といえばね、奥琵琶湖なんでね、俺にとって琵琶湖って言ったら基本は奥琵琶湖行ってるから、釣れますかな、楽しみですね。1本50アップ釣れれば合格。1本でいいから、まあメロキャロをやっちゃえばいい。しかもスタッカーはよ、ヘビーキャロと、はい、よっしゃ見た。マスケさんどうですか、これあのケイのせいですか、知りたいね。僕たちは朝5時から、あ、5時からですか。お願いします。いや、あんたちに来たらブルーランド45 47ってところね。47ぐらい、はーい、ヘビー、もうそろそろだよ、ヘビーキャルト、マスケ、これマスブリヤ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 。これは僕の顔は気持ち悪い気持ち悪い。うわっ、おでかいじゃん、でかいでかいでかい。おい、バケモン来たぞ、おいバケモン来た、おい魚体魚体、うわ40位でしょ、来た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 。うん、一番釣れない場所、うん、プロが逃げ出したくなるような場所、うん、行きましたね。あ、そうなんだ、はい、ゲッバーイゲッバーイ。ライトついてんじゃないよ。ただいま朝の3時45分になります。まあ今日ちょっとね、なんちゅうすか、自分もともとホストやっててね、まあ売れないホストずっとやってて、でそっからね、まあ今ではまあ月間1000万プレイヤーみたいな形になったり、形でね、 YouTube ドリーム手に入れて、まあ今まあいろいろ経営者とかいろんな顔持ってやってるんですけど、久しぶりね、今日ね、K のね、フィッシングチャンネルさんですか。で、K のフィッシングチャンネルさんから、たまには釣り行かないかってメールいただいてね、DM いただいて。で、もうせっかくね、誘っていただいて、自分結構引きこもりなんでね、実は。引きこもりで家の中で、うん、ギャーギャーやってるだけなんで。まあたまにはね、今年全然釣りしてないんだけど、琵琶湖に釣りしてね、リフレッシュしないかと。やっぱりね、持つべきものはやっぱりね、仲間ですよ。ということで、なんとね、今日はね、昔のね、赤ポルノマスゲンと言ってた、マスゲンフィッシングチャンネルのね、マスゲンさんも今日来てもらえると。ということで、今回の動画ね、どういう動画になるかちょっとよくわかんないんだけど、まあ、ありのままでね、ありのままで、こんな感じで釣り YouTuber やってますよっていうところが、撮影できればいいんじゃないかなと思って、やってます。いやー、でもね、結構遠いね。まあ、うちからね、奥琵琶湖までは、まあ、2時間ちょっとかかるんだけど、まあ、今日は、僕が琵琶湖の中で結構好きなね、奥琵琶湖からスタートして、ゆっくりやって、一本釣れればいいなって、誰かが一本釣れればいいよね。まあ、もちろん自分が、まあ、一本釣ろうって思いもやるんだけど、まあ、やっぱり、坊主って形だとね、寂しいんで、せっかく琵琶湖に来たから、まあ、その小さなバスじゃなくて、でかいやつね、50アップっていう魚を1本出すってつもりでいきます。で、今日降水確率 60% で、風速5メーター6メーターあって、ちょっとね、小雨が降って寒いかなみたいな感じなんだけど、そうやって風がある日とかそういう天候悪い日、逆に釣れたりします。はい、琵琶湖ね、まあ、とりあえず1本やりますよ。今日見て、これすっごい霧が出てる、雨降るかな。
工事長いよね。3年ぐらい工事してね、これ。ちょっとこれ税金払って、早く工事さ、人呼んでさ、早く終わらせないと、これずっといつもやってるよ、この信号。どうなってんの、ほんと。トンネルを越えると、K&マスがいるっていう。久しぶりも3年ぶりに会うんじゃねえかな。ちょっとよくわかんないけど、本当に久しぶりにね、コラボにさせてもらって嬉しいです。さあ最中こっからやってきますよ。これ懐かしい映像でしょ。これ2人ともまだ寝ぼけてるわ。ああ来た、一緒に3人で釣りに久しぶりだね。でも別々で撮りますよ。もうなんか撮られてますよ。あ、トラン。あ、マスメさん、お久しぶりです。お久しぶりです。ケイさんもお久しぶりです。ご無沙汰してます。今日どんな状況ですか？いや、僕も久しぶりに来たんで。マスメさん、どんな感じですか、最近の琵琶湖は。まあ、僕はね、ここにはあんま来ないんですけど。はい。まあ、2日前ぐらいに57釣ってます。どこ、何個で？瀬田川で。これ、減衰はどうですか、この影響は。まあ、してますけど、この辺はね、減衰した方が釣り場、足場が良くなるんで。ああ、なるほど。いいんじゃないでしょうか。ブレイクに近くなるんで。じゃあ今日、よろしくお願いします。この人たち釣り好きだわ。さっきから二人でさ、釣りの話ばっかしてるわ。これ釣りマニアやわ、この二人。マスゲンさん、ちょっと今回僕動画長いんで、ドキュメンタリー風で撮っていくんですけど、そのありのままのマスゲンさんをみんな知らないじゃないですか。あのイメージ、僕最近チラッと見てきたんですよ、来る前に。ちょっとなんか画面見るときに、なんか嫌なおじさんだなってオーラがめっちゃ出てて、いや本当に本人気づいてないかもしれないけど、なんか笑い、あの7年前ともっと爽やかな笑いだったんですよ。そう、それが最近ウェーみたいななってて、そうだから視聴者の人も誤解してるんじゃないかなっていう、その素のマスゲンさん。お、今日。高青年の。そう。だからその高青年な部分が、撮っていきたいなって、裏で。恐縮です。そう。お願いします。マスゲンさん、なんか悩みとかあったら、よかったら打ち上げていただければ。最近、立ちが悪くて。いくつですか、マスゲンさん。また年ごまかしてるんですか、はい、そのなんか年をごまかす理由なんですか、それ。前から気になってたんですよ、年を言わないって。なんか若く見られるみたいで。あ、いや、ま、俺も知らないもんだって。30前半ぐらいに見えるみたいで。いやだから30から4、いや分かんない、年齢不詳だったら30前半ぐらいに見られようかなって。あ、そのマスゲンさんとして、その女にモテたいとかあるんですか？当たり前。これ ぶっちゃけちょっと言える範囲で言ってください。そのマスゲン釣りガールの中で、正直誰とでも結婚できるってなったら誰選びます？ちょっとこれ繊細な質問でした。まあ大半は OK です。大半 OK なんだ。まず正直。正直。全然選んでやってもええかな。なるほどなるほど。すいません、ちょっとナイーブな質問しちゃって。いやいや、全然。そのマスゲンさん、釣りガール運営されてて、はい、その釣りガール同士の女の子の、はい、は仲いいんですか？まあ割と。あ、本当にいいんだ。喧嘩とかないですか、女同士の？まあさすがにないかな。あと不満とかあったら聞きます。不満、生きてて不満あるでしょ、何しとんねんお前らみたいな、このムカつくこと。僕が100万人に行ってないことですかね。今何人ですか？30、40、28です。28。100はやっぱりマスゲンさんコラボじゃないですか。コラボもしてるんですけどね。いや、もっとグイグイ、ちょっと遠慮しすぎじゃないですか。もっとグイグイ、おいおいおいみたいな感じで。まあでも、もうコンテンツがね、釣りなんで、バス釣りなんで。あれかな、
やっぱ天井かなとは思ってますよね。炎上天井、あ、天井、はい、いや俺はそんなことないと思ってて、いけるんじゃないかなっていう。ただ問題はマスゲンさんのプライドが邪魔して、もう一伸び、だんだんうざくなってきました。いい誰とのからですか。いや、だから誰でも、まあ誰でもじゃ意味ないのか。あのマスゲンさん的に今後バス釣り YouTuber でちょっとこいつは伸びてくるんじゃないかっていう若手、まあ、バス釣り界じゃ今トップでしょマスゲンさんが。でそのまあ下の人間じゃ失礼だけど、誰が来そう。いない。いない。才能のある子。才能あるやついない。ちょっと見当たらないっすね。なるほど。あんまりちょっとグイグイいったらちょっとまた俺のズズしい性格出たな。また嫌われちゃうなあれ。だいぶナイーブなとこ俺えぐってっからな。人の嫌がることグイグイいっちゃうから。はいはい。なんすか。なんすか。いやいや今ちょっと独り言言ってる。うん、反応どうすかこの状況を見て。まあほんまに3人のうち1人1匹釣れたらええかな、ラッキーみたいな。え、ちょっとまずげんさん、それどういう誘いか教えてください僕に。あ、これも普通に投げてそこ取って、うん、こうずるずるずる止める。なるほど。っていう誘い方ですか、うん、持ち上げて落とすはあんまり、この大きさやったらあんまり。YouTube はいいな。待って、この K のフィッシングチャンネルっていうね、釣り YouTube 界で結構有名な人と自分実は知り合いなんですよね、うん、K さん反応どうですか。あ、ありました。ちっちゃい。はい、ああ。結構ね、ケイさん、僕のイメージでは、はい、結構これのミドストで、はい、50アップが来るイメージで投げてるんですけど、全然来ないね。いやけど、吉井さん前なんかこれで釣ってましたもんね。いや、2ヶ月前にね、あの対岸の島のとこで、はいはい、足元でこれ動画撮れなかったけど、50アップばらした、俺びっくりした。これに来た。浜尾。僕もこれソルトやったらめっちゃ使いますよこれ。あ、釣れる、はい、釣れるよねこれ。釣れますで、あのタチウオとかさ、タチウオじゃないや、ブリ釣りってもう、はい、あのサゴシとかもう浜王の方が超価がいい。4人で投げて、他の4人はあれでしょ、あのなんかちょっとジグとかミノーとかでしょ。そう、ジグとかそのサゴシなんとか、やっぱこのナチュラルなプリプリがいいんでしょうね。うん、だからマジで釣れるなと思って。今日も一発それであるんじゃないですか。いや出るんじゃねえかな。そんな感じで来たんですよね今日。いやいや、だから釣れるイメージ。うわ、やってもった。Kさんはどうですかプライベートは。お子さんもできてなんか、はい、動画のエンディングで可愛い子が出てましたけど。そうですね、まあ、プライベートはまあ、あの充実はしてますね。あ、悩みがあったら僕あのマスゲンさんにもちょっとさっき悩み聞いたんですけど、悩み、人生相談もやってるんで。あ、はいはい、よくやってますよね。吉井さんといえば人生相談。人生相談、はい、特になし。今んとこはね、そんなこうなんか不平不満があるってわけでもないんですよね。多分 K さんと IQ が高いのかな。いやなんか IQ 高く感じるけど、こう空気を読んで行動できるみたいな。いや、そう見えるだけじゃないですかね。実は違うんですか。実は違うと思う。 B 型です。え、 B 型です。 B 型です。マイペースな。だからそう見えるだけなんですよ。 あ、なるほどなるほど。本当は違うんだ。全然違う。常に嘘の K を演じてるんだあれ。そうです。あのなんかすごく社交的で丁寧な。そうです、そうです。そんなもんじゃないっす。なるほど。結局浮気しまくりでね。やばいやばい。あ、やめろ。え、今日どこの風俗行きますか。やめて。おごと。これはダメですって。もうおごとのどこの店。やばい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 。ゴールデンゲート行っちゃう。いや、二人好きそうだよね風俗。俺この間飛び出しんち行ってきたからね。おー、うん、
もうなんかあんまり楽しくないね。行ったことある？松木さん飛び出しんち。ないあ、ないの、はい、おごろうか。ありがとうございます。うん、え、風俗嫌いなんですか、マジで。あ、行ってるんだ、やっぱ。知らん、これちょっと分かんない。本当の経緯は松木さんも知らない。風俗王ケイさん、これ反応ないじゃないですか、はい、どういうことですかこれ。僕はね、一応当たりはあるんで。ああ、でかいのがいないと。でかいのがいないのかな。まあ、もしかしたら食わないか。まあ、いるけど食わないか。回遊してんのかね、ケイさん、でかいのって。いや、でも、居ついてるやつもいると思うんですけどね。ああ、そうなんだ。棚が厳しい。松下さん、どうですか今からの攻略方法。まあ、経験次第かなって。え、軽ポイント次第ですね。うん、結局腕は確かなんで、うんうん、あとはもう場所さえコミットしたら。なるほど。普通に釣れちゃうんで。あ、ってなってくると今考えられるようにっていうのは経験の選ぶポイント。軽ポイント、まあ、恐縮ではあるんですけど。軽ポイント釣れねえっていう。それラストあれや。まあでも、楽しく今日はやるのが目的なんで。そう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 。3人ででかい1匹ね。ちょっと場所を移動してきました。よっしゃ。11月下旬なんでまだウィードが残ってて、このポイントは結構ね、11月下旬になるとこういうウィードがね残るポイントで結構魚がいることがあるんですよ。でその辺考えて今ちょっと攻め込んでる感じで、で、あちらにねケン&マスゲン、彼ら二人は仲良く釣りの話をずっとしてますわ。二人ワンちゃん、あれ同性愛かもしれないな。べったりしてるよ、二人デートしてるみたいな感じ。危ねえな、あれ。ケイさん、雨降ってきましたね。どうしますか。いや、もう僕は雨が降ろうが雪が降ろうが、あ、やるもんね。風が吹こうが、泊まりがけで、はい。いや、やむかな。でもなんかちょっと今弱くなったよな。でも反対側見るとかなり曇ってるんですよね。まあ確かにね。何ちゅう日に釣りたどってきたんだ。ははは、こればっかりはね。まあね、ちょっとあれはいいんだけど、さっき言うよな、釣れません。なんかなんか俺これ多分これ本物の、これが本物だと思うんだよ。いやいや、全然これはそのなんていうんですかね、なんていうん、これおふざけというか、にぎやかしです。あ、はい、いや、にぎやかし、はい、何を言って。なんか結構峠あったけど、ね、そう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 、盛り上げよう。やっぱりこういう人生でもこういうね波があるから面白いじゃないですか、この上のところが。ああ、はい、そういうことですか。たまたまそれが今ここやっただけで、あれ、ここを楽しみましょう。はい、ちょっと松江さんって何型でしたっけ。僕 A 型です。あ、 A 型なんだ、はい、きめ細やかなね。そうです、はい、ねえ、きめ細やかな、真面目なんで。そう、マジ、はい、いや、ただね、やっぱり、はい、あの松江チャンネル見てたら絶対真面目と思ってないと思う。本当に、普段静かですから、ね、本当に静かなんですか、圭さん。え、静かですよ本当に。ノーマルの状態は、あの普段釣りされるじゃないですか、はい、たまに、はい、その時も静かなんですか普段。静かです。へえ、はい、でカメラボタンを押すと違う、押すとなんかもう悪いのが出てくるみたいな。まあキャラ化してた悪魔ですね。まあ確かにね、天使ではないです。天使、普段ではない。いや、俺も天使レベル低い方だと思う。ナチュラルに、ナチュラルに。あ、これ山か。やまない。やっぱり琵琶湖はいいですね。はい。ということで、ちょっとポイント移動します。反応ねえわ。ひたすら丹念にね、浜を投げてるんですが、反応がないです。で、あちら。釣れたのか。手がかりですな、完全な。
かがですか？いや、今のところ当たりはないですけど、ちょっと雨がうざいですね。雨うざいっす。いや、でもなんか釣れる気がするんですよ。釣れる気しますね。する。さっきから、うん、でもバコンってなんかちょっと切ってるような、あ、ボイルみたいな、ありますね。結構でかいのがね。ケイさんここでかいの釣ったことあるでしょ？あります、あります。過去に何度も。もうこの界隈結構あるでしょ、どこでも。この界隈は結構あります。いや、なんか1本50アップ欲しいですよね。3人でね。あ、だからもう誰でもいいんで1本出れば。いや、そうですね。今年計算ブラックバス最高サイズ何センチですか？多分52、3とか。あ、おそらく。もうあんまり琵琶湖来てないんですか、計算？あ、でも55かな。奥琵琶湖ぐらいですね。奥琵琶湖あんまり今年何回目ですか？今年はね、5回とか。あ、結構じゃあ少ないね、前に比べたら。ハリセンボンばっかりだもんね、今。海が大きい。もう、このハリセンボンが強烈すぎて、あれ何センチだったの、ケイさん。いや、あれね、いや、測ってないんですよね。じゃあ、ざっくり。ざっくり、どうでしょうね。560はなんかあったような。釣れるんやね、日本でハリセンボンが。もうびっくりしました、あれ。なんでハリセンボンって。しかも、超でかかったんで。なんか、水族館はもっとちっちゃいじゃないですか、サイズが。あんなでかくなるんやね。レベルが違ったんで。マスゲンさん、今年最高サイズ何センチですか？バスは。ゴッパチ。はい。50アップ何本ですか？もう10本から上は数えたい。ああ。10本いってる。ほんまに？ははは。マスゲンさん、でも、こんだけバス釣りやって、飽きるってないですか？ああ、たまにはこう、まあ、ええ女と飽きないですよね。飽きないんや、やっぱ、はい、まあ次の瞬間から、うん、もっとでかいバス釣れるんじゃないかと思って、気付いたら気をつけてます。怖い。これじゃあ俺もう11位ですわ。バスがいない。ちなみにあそこの陸の孤島ね、これ結構貴重な映像じゃないかな。見える？どこにいるかわかる？ K のフィッシングチャンネルこと K フィッシー。 K さんはこれですよ。 K さんは B 型なんで、やっぱりマイペースにね、お前ら違うんじゃねえって感じでマイペースに釣りされる方なんですよ。あのね、相生島を見ながらね、 B 型の K さん、 B 型なんですよ。で、彼は B 型なんで、 B 型の人はね、違うんじゃねえっつって、一人でやらせろっつってやってますわ。で、これ右回ったらね、マスゲンフィッシングチャンネルのマスゲンもいるんだよな、実は。彼は A 型だからね、 A 型って本当にこまめながらね、気遣って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 、周りに気遣って気遣って気疲れするタイプなの、実は A 型っていうのはね。こまめだから、あれあれあれ、おっとっとあれあれ、マスケマスケン盗撮、あれな、やっとるわ。撮られてること知らないわ、盗撮マスケ。考えてる、何考えてやってんだろうね、あれ。魚おれへんかなーって。魚中毒だからね。バス釣り中毒だから。まぁちょっと自分もね、ひたすら投げてってるんで、ちょっと一匹釣らんには帰れんよね、さすがに。これ。でもめっちゃ心地いいですよ、この景色ね。そしてこの波の音。石。めっちゃ重い。重っ。ケイさん、やばいね。やばいですかね。いやいや、これはだって、これはちょっと触っていいかな、ここ、鮭やん。やったちょっとこれバスだったら、2、4、6。うわ
60ですよこれ。立派っすね、しかも。すげえ。これすごい口。産卵終わった後かな。ねえ、なんかこの牙。すごいな。すごいっすね。ケイさん、これビアマスかかったことある？ここで。ないっす。俺あのね、何年前だ。6年ぐらい前に、はい、これがなんか結構弱ってもうそろそろ死ぬみたいなのがいて、これで投げてたら引っかかっちゃって、あ、はいはい、ここに、うわ引っかかっちゃったと思って、うわーっつって切れたけど、釣っちゃいけないんだもんね確か。ね、確かね。確かたまたま釣れちゃったのもいいんでしょ。でもこれビアマスなんかな。いや間違いない、ビアマス。こんな顔してたっけ。すごい。いやまじまじと見ることなかなかないけど、うわこれまあまあすごい映像かも。じゃ産卵時期が最近だね多分。これ亡くなってまだ2週間とかそんな感じだもんね、劣化具合が。ケイさんでげえわ。でが釣れたというか普通に落ちてた釣ったんじゃなくて捕獲した。これやべえよ。めちゃくちゃでかい。これ映像的にはなんかすげえ鮭釣れたみたいな。いやね、ケイさん食べたことあるでしょビアマス。ありますよ。なんか鮭やもんね。オレンジの。魚神さんお得意のあれじゃないですか、あの。え、何？茶番じゃないですか。いや茶番どころか、これ釣ったみたいになっちゃうこれ。あのビアマス、とんでもない鮭が琵琶湖で釣れたっていうタイトルで。本当そんな感じで。あの死んでたの拾っただけで。でねこれ多分ね臭くないから、これ2、3日かも。だから全然臭くない。ほんますか。全あのこの間ね琵琶湖オオナマズの死体俺見たの。はいはい。それめちゃくちゃ臭かった。これ全く匂いないから、これ臭くない。だから、さすが魚神さん。多分亡くなってまだ2日とか、まだ腐って食べれるよこれ。計算多分。食べれるよ。いやいや、火通せば。無理でしょ。いやだって食べれるでしょ。これ食べようかな、これ持って帰って。さすが魚神さん。これって計算法律的どうなの？いやそれは分かんないです、ね。政府だよね。いやどうなんですかね。釣れないな。松木さん当たりありましたか？釣れないですね。なんかおかしいですよね。ねえ、原因なんですか。まあやっぱりその魚神さんって揚げチンじゃないですか。揚げチンする自分。揚げチン。下げの。これは。揚げチン。なんかこのなんか4年前にもなんか今あれだ、デジャブったわ。なんかあの奥でケイフィシーって言ってたのが。ああなんかね。うん。お前のせいやみたいな。やってた、釣れんかったのお前のせいやっつって。まあ、今のところそうですよね。いや、絶景ポイントはちょっと渋いかな今日は。奥琵琶湖に来ようって言ってたのに。あ、そうなんや。まあ、ケイさん好きやもんね奥琵琶湖。そう、癒しのね。まあ、釣れたらでかいけど、可能性が厳しいけど。腹が減っても戦はできない。綺麗な花だなこれ。お花、これお店に出るパセリかな。これ美味しそうだね。松木さん腹減りましたね、はい、食べましょうか。この野菜は食べていいやつですかね。多分お店に出すやつだから多分食べてもいいんじゃないかな。やっぱ美味しそうですね。松木さんこれ美味しそうですね。いやいやいや、成功者はこういう食べないと。成功者のためのね、店行かないといけないんだけど、僕にぴったりだね。ちょっと松木さん最近顔がちょっと怖いね。顔がもうなんか。じゃあちょっといただきます。松木さんこれ釣れますか。ここ経営次第。ポイントが良ければ絶対釣れるんですよ。ここは確かだ。竹
セーポイントが当てにならなかったっていう理論ですか。いつもその琵琶湖にあんまり来たことないやつがやっぱポイント当てるんって難しいん で、今年何回ぐらい琵琶湖挑戦してるんですか。5回ぐらい5回、はい、今年5回、はい、5回ぐらい僕と一緒じゃないですか。思いますか。いやそんなやつの案内でフレっていうのがね時期的にもやっぱりあるんで、今でもこいつ思いっきり蹴ったらここ落ちるな。まあでも高感度下がるよ。あ、そっか。お結構ついてきた。結構落ちるよ、あ高感度が。そうだな。うわぁ、でもどうしよう。でもここしかないよね。ねえ、釣れるんじゃないの。釣れるんだけど、風がやばすぎて。確かに。本当はあっち行きたかったんですけど。うん、ちょっとやってみますか。でもね、僕らも寝ましょうか、これ。え雨も降ってきた。雨も降ってきた。まあ、30分休んで、そう30分休んでやりましょう。綺麗な紅葉ですな。キン&マス。さあ皆さん、2023年ね、化け物が出るかどうか、最後のチャンスですわ。マスケンさん、あと2時間ぐらいですけど。いや、こいつも映していいっすよ。ちょっとあと2時間しかないですね。あと2時間。でも、マスケンさん、ここは割と確実性があるとこっすよね。ほんまか？え？そうやって一人に。こいつ。あ、もう釣れないかったら分かってんやろかな。怖っ。ブレイキングダウン全部見た。ほんま。影響されすぎや。家でこんなんやっとんじゃん、このシャドーボクシングみたいな。危ないね。松井さん、出てよ、ブレーキングな。出れる、まあ、僕は182センチ、102キロで。受かるんちゃう？ヒョードルと全く一緒。ヒョードルと一緒な。ヒョードルと同じ。ちょ対戦相手、ノッコンってやら確かいなくなるけど大丈夫？まあ、いけますね。勝てる。勝てますね。マジかい。で、マスケンさん、ブレーキングダウン出てくださいよ。受かりますよ、多分。応募したら。あ、でも俺はミクロ君とやりたいかな。それは見たいな。それマジで見たいな。勝てる。勝てると思うんですよ。勝てる。ミクロ君にはね。マジで。うん、だってもう。いや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 、ちなみにあなた体重何キロですか。100キロ。102。102、うん、まあそこの、うん、まあ、減量云々がないのであれば確認されます、ね、勝てる、はい、勝負論あるねこれ。まあ自分寝技もできるんで、うん、もう普通に、まあ、組み MMA でいいでしょ。まあ MMA で普通に、はい、普通に雷神出たら、うん、雷神勝負でいいですよ。雷神に出たいんちゃう普通に、うん、全然出てあげてもいいし、うん、予定があればね。まあ、スダリオとかも全然余裕で。そうか。電話かかってきたらどうする、スダリオから。それ全然やろうかって。そうなんや。でもやったんで。じゃ釣りましょう、釣りましょう。年間の初一周。ちょっと今日一日やって初一周。え、それでは何、え、これ奇跡的な魚ちゃう。しかもそのルアー何、ブーブレ、ブーブレでやったんや。ブーブレ70じゃん、それ。うわ、持ってた、集めてた。あ、そうなんすか。そう、やっぱりそれか。ブーブレのケツプリで今日の初バス、はい、今日の3人の成果がこの、まあ、それちょっと今から釣れるんちゃう。今から多分釣れる。コマスが。いやでもちょっと嬉しいな。1日かけてこれ。どうマスケンさん、釣れた釣れた。
気持ち悪い。え？あー、かわいそう。ちゃんとカメラを出すね。なかなか厳しいね。さっきから浜を連発してんだけど反応がないし、小さなバスはいるんだけど、できるのがいいな。あそこでバスになってる赤プロバスケも反応なし。結構今年の美学は厳しいお話で。池さん、どうやって釣ったんですか、さっきの。ただ巻きですね。ブーブレただ巻き。でかいの入るかな、計算これ。はあ、ブレードが効くんですね。でかいの入るか。ここってね、聞いたんだけど、回遊してるんでしょ。夕方はい、刺すかどうかね。バスが。刺さない。刺さない。やっぱり。ちょ、マジ、ケイさんすごいじゃん。すごいんすかね。ちょっと俺釣れなさすぎてもうやめようかな、ちょっとこれ。メダカみたいな。いや一緒ぐらいの8センチでしょ、ガチで。いや、僕もこれなんか今かかってんのかモなのか、うん、正直分かんなかったっす。これよかったな、あの赤い人おらんで。ボロカスやれるとこやっちゃうわ。何やこれってこれはほんまにちっちゃい。まあでもいいね。このサイズが多いんちゃう、今年生まれ。いや、多分そうなんでしょうね。ねえ、だからでかいのがでも刺してくる可能性あるから。これがさっきあのブレードにピンピン当たってたんでしょうね。当たってるサイズなんや。つけさん、やばいやるやん、やっぱ。まあでも俺いつも言ってるでしょ、俺釣りしてて、はい、あのマスゲンの時計どっちが釣りうまいってしょっちゅう聞かれるのよ、はいはい、マジで。なんすか、本当に聞かれる。あのライブすると、あ、はいはい、そんなもん分からんがなって言うけど、はい、ケイさんの方がうまいわ。結局釣るもんな。まあサイズ問わず。まあそうっすね、正直。スケン君もでかいの狙うとか言って結局坊主やからな。まあちょっとでかいの狙いすぎてるかもね。こういうのも全部釣っていかない。そうそうそう、これはすごい。いや、魚見えて嬉しい。でもマジで、ほんまですか、本当に嬉しい。これはいいね、やっぱシャットかな。計算シャットというかちっちゃいミノンがあった。これ本当あのリスナー気にしてると思うよ、小学生が。あ、そうなんですね。マスゲンと計算どっちうまいやろかみたいな、真剣に考えてるみたいな。本気ですごいな。聞かれる回数頻度高すぎだから。怖いな。ちょっと計算やばいってこれ。連発やん、入れ食いやん、琵琶湖。ちょっと見て。ケイさん、琵琶湖って楽しいね。入れ食いやん、もうバスが、小バスが。いいですね。エビスルっぽい感じで攻めるな、今日の。吉井さん、エビスル持ってきてないんですか？ない。浜を一本。浜をで50しか狙ってこ来てない。寄って坊主。そう。浜をの高速巻きしかしてないから、今日。だからや。だから何も釣れん。シャットで行ってください、もうこれ。いや、入れ食いやね、そのサイズ、シャットなら。入れ食いですね。シャット使います？いや、まぁ、あ、ちょっと俺見守るわ。やっぱケースのサイズじゃないね、バス釣りは。サイズ、どうなんですか？いや、もちろんサイズは、人それぞれ。やけど、これが本当のケースさんの釣りって感じするわ。します？する。ちょっとあの骨格のいい奥琵琶湖バス釣ってよしって言ってる感じ。昔って感じですね。そうやね。懐かしの。マジでこの赤い人ここったらマジ鬱陶しかったと思うよ。しょぼいな、しょぼいなって。それをしっかり撮ってね、うん、動画の尺にして。やっぱそのサイズは食うんだ。ちょっとやりすぎでしょ、ケイさん。ちょっとうますぎでしょ、あんた。ちょっと、6頭連続釣ってないですか、これ。何でも釣れてた。6連続バイト。でかいじゃん。でかいの来た、でかいの来た。いや、これはいいよ。これいいっすか、これ。いやいや、そうでもないよ。いやいや、でも、今日、18あると思う。20はないですかね。20ぐらいかな。20ぐらいかな。
ちょっとめっちゃ引くと思ったらやっぱ横にかかってただけですね。いやね。なんかでも腹太ってないね。なんか、うん、でもなんかやっぱ体高はありますよね。あー、お首輪子っぽいね。はい、なんか野池とかで、ラムとかで釣るともっと細いけど、細いというか、ま、骨格幅がないというか。うんうん。ヒデさん、俺錦鯉今繁殖してるからめっちゃうるさいよ。骨格には。同じ親から生まれても骨格全然違うから。そうなんですか。全然違う。動画たまに見てますけど。あ、本当？はい。錦鯉の動画。錦鯉のね、やっぱりあれ趣味なんですか。本物の趣味。あ、本物の趣味。めちゃくちゃ金使ってる。こんな有名 YouTuber がコラボしたってんねんから。さっさとせえよ。ありえんぞおい。お前。でどこ？おい、教えてくださいちゃうんかおい。この辺。ああ、そうやね。全く一緒のことやってるぞ、あいつ。お前、釣れそう。釣った！でかくね、ちょっと。あ、嬉しい。嬉しそう。ちょっと嬉しそう。当たったね。一等で。発信が赤いワールドシャウラを釣り。多分釣るんちゃう、これ。腕の差出ますよこれ。あ、あるんだやっぱ腕が。このちょんちょんの感覚とか強さとか間合いがあるんだ。間合いがこれヘボい。いやさ、いや、それは魚がちょっと答えてくれるんじゃないですかね。僕はもうルアーが帰ってくる頃には魚ついてましたから。ああね、あれあれ急に釣れんくなってない。あれなんかやっぱこう腕があるんだけど、高田が、うん、ちょっと信じられないな。急に当たらんくなったね。あ、バーラした来た。バーラしたやろとか言って釣ってるこれ。今日最大サイズ。最大サイズです、漁船さん。釣ってるよ、釣れてる。やっぱりこの釣りか。一番でかいわ。うん、今日最大。マジでめっちゃでかいの来たかと思った今。いいね。見習ってください。いいね。ちゃんとギャグもやりつつ。皆さん反応どう？脳進化。何の脳進化？ガルベーター。沈みの沈み釣れるからね。なんで釣れるの？バスが見たことないから明らかに釣れるよね、沈み。なんだろうあれ。これでラスト、お願いします。最後釣ってくれるといいけどね、ここの辺で。うわーっつって。やりたいよ。見たいよ、最後。甘くねえか。です、甘くないね。当たった今。当たんない。ちょっと見たいよね、最後に。出会い来た。え？バレた？いる。よっしゃ。いいね。釣るね。今日一。ちょっと沈み。やばない。あ、これいいね。来ました。
ありがとうございます。今日最大サイズ。最大サイズ。静に。完全な。ああ。30アップ。30アップですかね。いや、あの沢曲がった見て俺マジ感動した。めっちゃええとこ。けどね。やっぱ沈みだね。沈みでしたね。結局釣れたのが。これはいいよ、ケイさん。いいですかね、これ。ああ。ナイスパス。赤い人来た、赤い人。赤い人来た、なんか言いに来たね、文句を。そうでもないじゃないか。不平不満結構多いね。うん、ガチで。マスケさん釣れたよ。沈み。これは釣り好きだね。結構風が強くて小雨が降って、こんな時に入り込んでますが、釣り切ってるね。気合ってます。意外とはそうだね。ひたすら投げてんだけど全然釣れねえよ、マジで。巻き巻きでね、釜を、これ結構遠投効くから、これ投げてんだけど、投げるたびにゴミ拾っちゃう。なかなか厳しい。まあでもこの寒くて釣れるのがまた奥琵琶湖のね醍醐味なんで、バッチバチ投げていくよ。さあもう5時5分ですか。もう暗くなってきてますね。これは厳しい。ひたすら投げましたけど今日坊主です。まあ、でかいの一発狙いでね、結構、スフトベイト、ハマオとかの巻物とかやってたんで、まあそこで結果が出なかったって言っても、まあそれも自分の釣りをね、やり抜いたってところで、またこれが一つね、成長につながるんじゃないかなと思ってます。その姿ですね、立ち釣り。もう暗いんです、ね。楽しかった。カメラ久しぶりに集まって、そうやね、タイムスリップ、はい、カメラ向けるときよかった。こうやって昔からの、うん、魚神さんともね8年ぐらいの時代なんで、そうやね、8年10年になっちゃう。結構早い段階で、そう、あの痩せた頃のね、本当にあの痩せた頃の、ええ、ちょっとイケメンだったけどね。ちょっとイケメンだったけども、見てくれが変わったから別人や俺。本当いやいや、ありがとうマスゲンさん、はい、もう今やスターやからね。いい、まあ、バス釣り界ではトップ張ってるから、いい、このトップ走ってほしいね俺は。本当ですか。抜かれないで、はい、とりあえずトップは取って、はい、バス釣り YouTuber 界頑張りたいと思います。はい。よろしくです。じゃあ、マスゲンさん。今日のまあ、疲れはね。じゃあ、マスゲンさんじゃないやろ。え？あ、こっち殺すわ。こいつ。これ二人のネタなんや、鉄板の。いい、全然。そんなんじゃなくてね。何？これがちゃんと素ですよね、マスゲンさんも。ケイさん、ありがとうございました。今日ありがとうございました。こちらもう本当にケイさんね、面白かった。でもケイさんやっぱ釣ったね、本当に。あの最後のがさ、俺竿回ってて、わーっと本当にでかいのかなと思って、三十やったけど、でかいでかい、しかも呼ばれたから釣れた釣れたみたいな、三十やってね、言ったよねあれ。
マスケさんまだいる。ありがとうございました、マスケンさん。ねえ、本当に時間経つの早いもんで、カマキリゴキブリよりいいでしょ、ケイさん。いや、もうどっちでも、全然言われたも僕は大丈夫。あ、そうなんだ。いやー、でも面白かった。お前がおらんかったこともなかった。マスケさんゼロやから。ゼロやから。そうやな、俺もゼロゼロゼロ。あ、1だ、1。いや、でもあれは僕が釣ったやつ。あ、そっか。の周りみな厨房鼻からいじられるデカキン。生活感あるね。チャンネルで言われました。ヒカキンとタレゾの息子。え、マスケさんの車車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 。あ、でも性格出てるわ、綺麗だわ。 A 型だ、 A 型の性格出てる。マスケさん、9万、新車で買ったの。あ、新車で買って9万。まあ、俺初めてだった時の青色のなんかあの何あれ、 RX7 みたいな、インテグラね。あれに俺覚えてる、まだに高速道路でこう手出してさ、ブイみたいな。おいおいおいって。ああ、窓からなんか手出しちゃって、こんなにして。若かったね、ちょっと老けた、少しだけ。まあ、まだまだ若いよ。でも30代の肌持ってる。じゃあ、ブレイキングダウンで勝負しようか。全くわからんねえ。これはちょっと、ケイさんやられそうだよね。全くわからんねえ。体重的に。うん、見てるんだって。課金して見てるんだって。課金してる。課金してる。あ、見てないの、ケイさん、ブレイキングダウン。全く知らない。あ、知らないの、はい、単語は聞いたことあるぐらい。ああ、その1分間で剣が最強決めようっていう。朝倉美久がやってる。俺も課金して全部見てるんでね。でこの人も格闘技マニアやって、出たいらしい。出たいんすか、マスケさん。うん、じゃあマジで出たら、マスケさん。どうやったら出れるんですか。応募する。ただ1回の応募が7000通とか来るから、選考に受かるのは難しいけど、 YouTuber30 万人超えっていうあれで受かるかもしんない。マスケさんマジで出て、笑える。出れるよ、多分。殴り合い、怪我するかもしれないけど、眼科で骨折みたいな。え、でもプロが出てくる。いやいや、みんなプロは少ない。あ、街でそのヤンキーで俺喧嘩強いよって、でみんなセミプロみたいな。どう、強さに。確かに強そうではあるな。そうだね、マスケさんブレイキングダウン出るかもしれないんで。はい、いや本当に出てほしい。出る気ありますか。これ出る気ないわ絶対。痛いの嫌いそうやもん。わかりました。じゃあ松井さん、最後のあれ、グッバイだけやってくださいよ。お任せします。おっぱい。懐かしいなこれ。懐かしいわ、本当に懐かしいわこれ。懐かしい。